1965年、アメリカのショービジネスは停滞していた。ビートルズ人気のため、すべてのレコード売り上げはイギリスへ流れ出ていた。しかし、その状況は一変する。きっかけは、ハリウッドの日刊誌に載った小さな広告。オーディションを告知するこの広告で、アメリカは世界的な人気を誇るアイドルを獲得する。Oh, I could hide 'neath the wings of the bluebird as she sings. The 6 o'clock alarm would never ring.But it rings and I rise, wipe the sleep out of my eyes. My shaven razor's cold and it stings. Cheer up, sleepy Jean. Oh, what can it mean to a daydream?モンキーズのデイドリームビリーバー。デイビー・ジョーンズはこの曲のリードボーカルを務めた。誰でも自分の孫に聴かせられる曲だと思います。実際僕も聴かせていますしね。デイドリームビリーバー、それは夢を追い続ける人々。1966年、アメリカのお茶の間を沸かしたテレビ番組「ザ・モンキーズ」。モンキーズは10代の女の子から支持を得たばかりか、その人気の過熱ぶりは一気に社会現象にまで上り詰めた。番組が放送されるたび、レコードの売り上げは伸び、モンキーズはビートルズに対抗するグループとなる。メンバーの中でも一番女の子に人気があったのがデイビー・ジョーンズ。成功を遂げる人にはパフォーマンスを続けることのできるプロとしての才能がなければならないんです。例えばこの人といえばこの曲というように、すぐに思い浮かぶようなものを持っていないといけないんです。僕を見るとみんながこう言います。The monkeys, hey, hey, we're the monkeys. And all they say, daydream believer, cheer up, sleepy Jean. And I go, これはすごいことですよ。This is amazing. テレビ番組によってトップアイドルとなったモンキーズ。しかしアイドルになった途端、待っていたのは新聞や雑誌からの攻撃だった。モンキーズは演奏ができない、ただの操り人形のアイドルだ。激しい批判記事が彼らを苦しめた。その時どうであれ、どうやって困難を乗り越えるかが成功するってことですよね。でも20歳そこそこだった僕らは新聞の批判に傷つきました。自分たちだけでは何にもできないと言われて。モンキーズの最初の2枚のアルバム、恋の終列車と I'm a Believer は批判が集中しました。実際僕たちは演奏もせず、歌いもせず、作曲もしていなかったんです。でも次のアルバムからは僕たちメンバーで作るんだ、自分たちで音楽に対して責任を持ちたいと主張したんです。しかしその思いは簡単には叶わなかった。過密なスケジュールの中、
番組収録が続き、楽器を持つ時間は与えられなかった。音楽を自分たちの手で作りたいと願ったモンキーズのメンバーは、ある人物に助けを求めた。Welcome to Hawaiian Acres. ハワイ出身のミュージシャン、チップ・ダグラス。モンキーズのメンバーは、チップに自分たちのプロデューサーになってもらおうと考えた。Come in, come in. モダン・フォーク・カルテット。チップは美しいハーモニーが評判のこのグループのメンバーだった。チップのもとを、モンキーズのメンバー、マイク・ネスミスが訪ねた。モンキーズのマイク・ネスミスは、私の最初のグループ、モダン・フォーク・カルテットのファンだったんです。彼はフォークミュージックを聴いて育った世代だったので、モンキーズになる前からモダン・フォーク・カルテットを知っていたんです。アレンジをしていた私のことも興味があったようです。それでマイクは私と一緒に仕事をしたいと考えたんでしょうね。わざわざ会いに来てプロデューサーになってくださいと言ったんです。しかしチップは全ての責任を持つプロデューサーになるのは初めてだった。彼にできたのは、寝る間を惜しんでスタジオにこもるメンバーを見守ることだけだった。私に出会う前までは、彼らには歌や演奏を助ける人がいたんです。しかし私は彼らに自分で楽器を演奏し、自分たちだけで歌ってもらいたかった。他の誰かが歌うなんてことにならないように常に気をつけていたんです。番組収録の合間を縫って、彼らは自分たちが迎えたプロデューサーと音楽制作に没頭した。朝の3時に起きてスタジオへ行きました。チップと電話で、じゃあスタジオでなんて話して、いつも一緒に演奏し歌い作業をしてました。彼は父親のような存在だったんです。メンバーのマイクやピーターがどう演奏したいかという意見にも真剣に耳を傾けてくれました。今改めて考えれば、チップこそが僕らモンキーズの真のプロデューサーだったのです。チップはある賭けに出た。それまでコーラスを担当することが多かったデイビーをリードボーカルに起用した。曲を取り終え、チップ・ダグラスに「デイドリーム・ビリーバー」をどう思うって言われました。僕はチップがこの曲をボツにするのかと思ったんです。実際彼はシングルカットしようか迷っていたんだけれど、僕はボツにするならいいよって言ってしまったんです。デイドリーム・ビリーバーはシングル発売され、世界中で大ヒット。モンキーズはもはやただの操り人形のアイドルではなくなっていた。Great shows, all of them. Great song. Oh, I could hide 'neath the wings of the bluebird as she singsThe 6 o'clock alarm would never ring, but it rings and I rise, wipe the sleep out of my eyes. My shaven razor's cold and it stings. Cheer up, sleepy Jean. Oh, what can it mean to aDaydream believer and a homecoming queen. You once thought of me
night on his steed. Now you know how happy I can be. Oh, and our good time starts and ends without dollar one to spend. But how much, baby, do we really need? Cheer up, Sleepy Jean. Oh, what can it mean to a daydream believer and a homecoming queen? Cheer up, Sleepy Jean. Oh, what can it mean to a daydream believer and a homecoming queen? Daydream Believer. 実はこの曲には原作者がいた。モンキーズのデイドリームビリーバーには原曲があった。作詞作曲をしたのは50年代から活躍するシンガーソングライター。世界各地を旅しながらアメリカをテーマにした数多くの曲を生み出してきた。彼は今も旅を続け、曲を作り続けている。ジョン・スチュワートはキングストントリオの元リードボーカル。キングストントリオは1950年代から始まったフォークソングブームで世界的人気を誇っていた。1967年、ジョンはアメリカ人の日常生活をテーマにして「デイドリーム・ビリーバー」を作詞・作曲した。チップ・ダグラスがモンキーズのために何かいい曲はないかと聞いてきたんだ。そして僕はそこにあったギターを手に取りチップに聴かせた。全てはそこから始まったんです。素晴らしかったのはデイビーが歌ったことだった。他のメンバーミッキーやピーターじゃなくてね。チップはデイビーが女の子に人気があるのを十分分かっていて彼を使ったんだ。デイドリームビリーバーは作者ジョン・スチュワートの手を離れ、モンキーズのデイビー・ジョーンズが歌ったことで世界中に知られる曲となった。これはとてもシンプルで幻想的な曲です。ヘビーなロックでもないし、歌詞も何か激しいものがあるわけではない。例えば夢追い人や嫁いだお姫様、青い鳥の翼に隠れていられるならと、それはとても幸せで軽快な歌なんです。でも私は作者のジョン・スチュワートを困らせたはずです。それは僕が歌詞の一部を変えてしまったから。これはジョンが話すかどうかわからないけれど、彼の歌はこうでした。僕のは、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 僕のハッピーにしたのは、ファンキーという言葉が60年代の言葉だからです。いかにも60年代という曲にはしたくなかった。だから僕は歌詞を変えたんです。しかし、作者のジョンは、ファンキーという言葉にこそ意味を持たせていた。デイビーは可愛いタイプの人だから、汚い意味もあるファンキー、生かしているという言葉は似合わないかもしれない。でも私はハッピーという言葉こそ汚いと思う時があるけどね。夢見る少年は今、これから先の将来に向け
さあどうしようかと考える。学校一の美人でお姫様気取りの少女が彼と出会い結婚する。そうなるとそこに待っているのはアメリカンライフ。お姫様でも奥さんになってしまったらもう関係ない。彼の方は妻に最高の暮らしをさせるためお金を稼がないといけない。かつては白馬に乗った王子様だったという歌詞はこのことを例えているんです。男がいかにファンキーになれるか、女は妻になればわかる。実際男は靴下を脱いでテレビの上に置いたりもする。歌詞にあるように1ドルも使わなくてもいい時間は始まり終わる。本当にお金はいくら必要なのか、お金じゃないんだ、頑張れと。私の頭の中で伝えたいことははっきりしていた。この日ジョンは友人の家に泊まっていた。ライブを続けるため生活の大半は旅暮らし。デイドリームビリーバーの歌詞をジョンは今もファンキーのまま歌うという。1967年、デイドリームビリーバーで大ヒットを飛ばしたモンキーズ。彼らが自分たちの力で演奏し歌えるようになった時、メンバーは一人、そしてまた一人と脱退。モンキーズは解散することとなる。幼い頃から馬に乗ることが得意だったデイビー・ジョーンズは現在全米に馬を所有する馬主であり、競馬のジョッキーも務めている。その傍らで自らソロコンサートを開いている。デイドリームビリーバーを録音している時のことではっきり覚えていることは、突然ピザの宅配が来たということです。それは実はファンの一人が自分でピザを買ってピザ屋になりすまして配達してきたということなんです。可愛らしい少女が突然スタジオにやってきて、モンキーズにピザをお届けに来ましたと言ったんです。初めは誰も疑わなかったけれど、そのうち誰が頼んだのかとお互い顔を見合わせました。そしたらその少女は私が頼みましたと言い出したからとても驚いたんです。他の人たちがこの曲に関してどんな話をするかわからないけれど、僕の一番心に残っていることは幼い少女がピザを持ってきてくれたことなんです。とても幸運です。この曲に関わることができて、僕自身がデイドリームビリーバーです。デイドリームビリーバーの作者ジョン・スチュワートはメキシコ国境近くにある街のカフェへライブのためにやってきていた。ジョンは世界各地のライブ会場を回り、36年前に作った時と変わらずにデイドリームビリーバーを歌い続けている。私はアメリカを愛している。それは人々を愛しているということ。アメリカ政府のことではなく、企業や経済のことでもない。ただアメリカの人々が好きなんだ。確かにアメリカにも素晴らしい時代があったが、今は違う。だからせめて自分と家族へ向けて歌う。音楽は私にとって生きること、私を守ってくれるもので、私がやらなければならないこと、私という人間がいることの証だ。
音楽は空に浮かぶ虹のようなものなんだ。Never rain, but it rains in the rise. I rub the sleep out of my eyes. Shaving razors old and it stings. Cheer up, sleepy thing. For all that can it mean.Coming queen, and you once thought of me as a white knight on your steed, and now you know how funky I can be, and our good times starting in without a dollar one to spend.We're going to take a break here.